アンドリュー・ジェームズ・ビタビ。アンドリュー・ジェームズ・ビタビは、イタリア系アメリカ人の電気工学者であり、実業家である。イタリアのベルガモで、ユダヤ人の両親から生まれた。1939年、難民として、アメリカ合衆国に移住。本来の名は、アンドレアだったが、英語圏では、女性の名前であるため、帰化した際に両親がアンドリューに変えた。ボストンラテンスクールで学び、その後1952年に MIT に進学し、電気工学を学ぶ。当時の教職員には、クロード・シャロン、ノーバート・ウィーナー、ロバート・ファーノ、ブルーノ・ロッシらがいた。1957年に MIT で修士号を取得後、南カリフォルニア大学でデジタル通信の研究で博士号を取得。その後、UCLA と UCSD で電気工学の教授を務める。1967年に畳み込み符号の複合手法としてビタビアルゴリズムを発明した。これは現在も携帯電話での誤り検出訂正、音声認識、DNA 型鑑定、隠れマルコフモデルを応用したその他のもので使われている。法律家の助言に従い、ビタビはアルゴリズムの特許を取らなかった。ビタビは携帯電話ネットワークの CDMA 規格の策定にも関与した。ビタビスクール・オブ・エンジニアリングの西側の壁。1968年、ビタビはアーウィン・ M ・ジェイコブスと共に小規模な軍需企業、リンカビット社を創設した。また1985年には、ジェイコブスと共にクアルコムを創設している。2003年には、ベンチャーキャピタルのザ・ビタビグループの会長を務めている。2000年には、フォーブズ400で、米国の富豪の386位にランキングされた。2002年、ビタビは母校ボストンラテンスクールにアンドリュー・ビタービ52コンピューターセンターを検定した。2004年3月2日、南カリフォルニア大学工学部はビタビから$52,000,000の寄付金を受けたことを記念し、ビタービスクール・オブ・エンジニアリングと改称した。ビタビは同大学の評議委員会の一員である。妻はエルナ・フィンサイ、子供は3人。ありがとうございます。